その牛すじは何日目なの？足し足したから。ああ足して炊いてるから。扉の前にいる。じゃあおまわりさん呼んじゃおうか。ダメだなこれ。じゃあ南警察に通報だな。取り出してもらわないと。まあ俺商売店開けてるわけだからさ。ああ、さっきだって言ったんだからさ、あのぐらい分かってくんねえとね。あげないよ、だってまだ営業中じゃねえもん。そうでしょ。なあ、怖いんじゃねえんだよ、普通じゃねえだろっつうの。なんだよこの親父つまんねえなっつって勝手に入ってきて出てったんだから。開けらんかいとか言ってるよ。もうパクリじゃん。もうそういうの面白くないんだよ。うん、ね、なんすかそれ。もう面白くないんだよ。だからもうそれが面白いと思ってるんでしょ。だから俺喧嘩する気ないから。うん、いや俺別に強いことやろうと思ってないから。俺は今日も普通にお店開けて営業できればいいだけだから。で準備何時頃からやろうかな、4時半ぐらいかなって思ってみんなに言ってたじゃん。だからちょうど4時半から今準備してるんだから。そんな開けらんかいとか言われたって、いや、まだ営業時間中じゃないんで、すいません。すいませんだよ。うん。時間ぐらい煮込めば OK だね。 OK です。勘弁してくださいよ。もうこの間もさ、22日もさ、おまわりさんのとこ行ったんだからさ。ね。よろしく。何一緒に飲んだれやって。はい、ブロックです。じゃあブロック祭り行きます。すいません。はい、何言ってんだよこの野郎や。ふざけやがってや。ふっこまんまよこの野郎。用事ねえんだよ。いや、なんか表になんか言ってるけどね。
うちのお客さんじゃないから、うちのお客さんは6時になってから来る人だから、うん、はい、ビビって開けられないの、すいません、バンになりたくないんで、えい、よろしく。いい、こういうのはね、もうフルシカとか一番いいんですよ。そのじゃ面白くねえなーで、そう分かっていただければそれでいいんです。ね。オープン待つらしいよ。いやでも、いやちょっと無理ですから。入れないよ。時間の無駄だから、うん、いや入れるか入れないかは俺が決めるんだから、何が待ったらお客さんだわな、いや金払ってからだろ客ってなあ、お前あ何言ってんだよお前、普通に楽しく飲んでってくれてそれでお客さんだから、そういうの欲しがってねえから俺、うん、いやそういうね向こうの情報を上げてくるやつもブロックだから、うん、はい、お前もいらねえよ、だからロムってるやつがさ、こういう時に湧いてくるのやめようよ。はい、お前もいらないよ、やっぱり。少し遊んであげてんのにさ、もう来んなよ。流れ玉食らった人も解除はないからね、俺そういうのいちいち確認しながら解除とかやらないから、ああこういう時はロムってりゃ一番いいんだよ、うんね、コトー先生終わっちゃったじゃん。ってことはだよ。こっからどれだ。どれ行こっか。こっちか。ニュースか。なんだよニュースに。変えた時点でもうなんか育毛剤の CM 入ってんだお前、いい加減しろよ、うん、おい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 、後ろ髪、まあ
いい感じかどうか分かんないけどさ、ぶっちゃけ勝手に伸びたんだよ。コロナモード入って床屋もやべえだろうみたいな。ほんで追っ払かしといて、さらにパクられてみたいな。うん、まあでも10月ぐらいに入ったら若干カットは行こうかなと思ってるけどね。めちゃくちゃ良くなってる？どうかな。こいつはかわいそうなやつだと思う配信者は誰ですか？野田総理かわいいでしょ。家畜だろあんなの。普通に考えて、アメ村の三角公園で ワンピース着て、踊ってるのとかありえねえから。何がやりたいのかもう俺は分かんなくなったよ。ああいうの見て大丈夫かよお前よ。個人的にはね、まあまあいいんですけどね。俺がやるかってあれをじゃあちゃんまんやるって言われたらまないなみたいな。あのテンションはないな俺には。無理無理じゃねえかよ。なあ。帽子湧いてきたぞ。よしよしよし。最高最高。あとおかわりもう一本取ってくんで。ウェイ。酒飲んだら腹が減らなくなった。
おかわり取ってきましたよ。あよ、ただいま。あんたたち行くわい。いいやね、ケビ。いいね。まあ、言っても、おでんと牛すじ煮込みしかないけどね。どう？このサングラス。悪くないべ。似合ってるかどうかわかんないけど、まあまあやな。ジョージさんかな。あざす。どこのブランド？うん。どこなのかな？よくわかんないけど。うん。注意はしないよ。うん。そうそう、レイバンとフェラーリのコラボ。普通のレイバンじゃ面白くねえから。ってことです。ちょっと洒落てんじゃん。いくらするんですか。さあ、いくらだったかな。わかんねえな。そんな高くないんじゃない。2ヶ月牢役に行ったってことか。あらら、それは結構きついね。うん。夜ほら、俺チャリンコ乗って店と
自宅に行ったり来たりするときに真っ暗っ暗のサングラスだとおっかねえからさ、こう薄いのいいかなと。でもほら、俺はほらコピーしか買わないっていうね。それはコピー品の7,000円、本物は4万円。っていうかさ、コピー品とかお前どっから探してくるの？なんでコピーを買うんですか？いいじゃねえなあ、お金がないからだよ。いや俺もわかんない、コピー品どこに売ってるのかわかんないけど、だからみんなコピー品って言うから、だから言いたいだけでしょ。だこういうさ、あの物とかさ、他の配信者には言わないよね、みんなね。なんか佐野だけ言われるんだけど、まあいいんだけどね、それはそれで。次回も次なんか打ったらブロック入れとくから、お金もブランド物を売れば余裕そうですね。そう、俺ブランド物なんか何も持ってないよ。流れ玉でもこいつもどっちも道ブロック入れようと思ってたやつだからいいや。なんだ、静かになっちゃったじゃん、コメントよ。つまんねえな。コピーを買うのはアホですよね。だね。冷房入ってんの。今日はそんなに寒くない、あの暑くないから、午前中ねちょっと湿度が高かったんだけど、
今はもうそんなことない。うん。ただ今鍋2個火つけてるから若干ほのかにあったかくなってきてるから、もう5時になるだろう。まあ、6時になったら俺放送切っちゃうけどね。おでんは今炊いてるよ。うん。5時になったね。あと1時間でタイガースで。ティーンティーンティリーンティンティ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 。これは後で夜食に食べよう。僕のお夜食はこれで今日は決定です。です。ふらはぎ痛いな、やっぱりとことことことか歩き回ってたから。雨降ったら嫌だからよ、電動チャリンコ乗らなかったんだよ。もしかしたら降るかもなって思いながらだから、うん、今日降んなかったよ。うん。
電池は容量がでかいやつですかとか、なんの？言ってることがよくわかんない。で、今電池の話はしてないんだけど。もう今日やめとっか、放送これで。なんだよ、6時までやろうと思ったのによ。ああ、つまんねえな。ほんとよ。ダメなんだよ、こういうのが。なんだよ。どういうことですか。うん。またよろしくお願いします。今日は6時ぐらいから。はい。いやいや、つまんねえじゃん。だってスネちゃんマンもクソもねえんだよ。おめえなんか俺のリスナーじゃねえから。はいよ、お疲れ。